熱中症に注意、感染症対策編。新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、政府は新しい生活様式の実践例を提供しています。最近全然外に出てなくて運動不足だなぁ。一人一人ジョギングでもしようかな。身体的距離の確保、マスクの着用、手洗いを勧めています。マスクしなくちゃ。暑いなぁ。 なんかマスクをつけると走りにくいな。あ、暑い。息が、ダメだ。大変大丈夫向こうで休もうマスク取って、これ飲んで。ありがとう。気をつけないと。新型コロナウイルス感染症の予防にマスクは大切。 マスクをしないといけないところもあるしね。でも暑い夏にマスクをしていると歩いているだけでも体温が上昇するのだよ。マスクをしていると口の中が湿ったままだから喉の渇きを感じにくくなるのだ。いつもの夏よりも意識してこまめに水分補給しないとね。暑くて苦しいめまいなどを感じたらすぐに人の少ないところでマスクを外してしっかり水分をとって休もう。 厚労省と環境省は、屋外で他の人と2メートル以上の距離が取れる場合はマスクを外す。着用時には、負荷のかかる作業や運動を避け、周りの様子を見てマスクを外して休憩を取るよう勧めているよ。ふぅ<う>ー。今年は外出が少なくて、暑さに慣れてないから、熱中症になりやすくなっているのだ。家でゲームばっかしてるから。 まずは汗をかく練習をしないとね。熱中症予防はいつもと同じ。こまめな水分補給、暑さを避ける、暑さに負けない体力をつける。この三つを守ってコロナに負けず熱中症を防ごう。